はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。チャリティブログです。ということで本日から西日本一周の旅が始まります。まあ西日本一周旅だけど、私たちは5日間休みを取って、ちょっとすごく短い小さいこう一周という感じだけど、夏休みでちょっと行ったことないところをたくさん行きたいと思います。まず今日は名古屋から出発して兵庫県に向かいます。姫路城に行きたいと思います。私もタカも行ったことがなくて、そろそろ行かないとダメと思ったから、姫路城を寄ってこれからいろいろ、まあその西の日本を見たいと思います。ちょうど今2時間ぐらい走ってきましたが、渋滞に当たりましたよ。草津で渋滞に巻き込まれました。もともとは3時間半で着く予定だったけど、うん、今2時間行ったでしょ、うん、もう2時間終わった。まだ2時間で草津までしか来てないよ、ま、滋賀県の。まだ2時間半あるよ。だいぶあるよ。うわ、あの車、おー、危ないことやってるんだね。タカ、お腹減ってきたよ。そう、お腹減ってきた。もう今昼時だよ。11時45分。パーキングエリアによってどっかに何かを食べる、はい、パーキングエリアあるの。うん、来るよ。じゃあ次やってもいいね。大津サービスエリア。あ、うまそう。バターサンド高っ。そうだよ、もう私いいものしか買わないよ。お待たせいたしました。ありがとうございます。何これ。味噌コーラ。名古屋人だから買った。ちょっと待って。味噌コーラ。これはダメでしょ。岡崎名物って書いてた。嘘。いろいろ買い物したから、今から上で展望台、琵琶湖を見ながら食べよう。おお、琵琶湖だよ、琵琶湖。ということで、買ったカレーパンは下で行きましょうか。暑すぎて、ちょっとテラスみたいになってるけど、暑すぎてちょっと熱中症になるので下行きましょう。カレーパン、なんか大津名物って書いてあったね。あ、そうなんだ。名物なんだね、大津。でっか。うん、でかい。あれ、カレー出てないよ、今。俺も思った。タカの反応は、うん、うまい。外サクサクで、中クリーミーなカレーって感じ。じゃあタカの変な岡崎のコーラを飲んでみるよ。味噌コーラって初めて見たね。なんでここに売ってるの。岡崎遠いよ。岡崎は愛知県にある大きな町だね。これ初めて見たよ。甘辛な味噌。いや、全く味噌の味しない。めっちゃ美味しいよ、これ。味噌感はなしね。シンプルなコーラ。あ、でもなんか甘さ控えてる気がする、ちょっと。いや、もう美味しいよ、うん、美味しいね。ラムレーズンのライスフラワーバターサンド。まあ300何円をしたから、マカロンと同じぐらいの値段だよ。パラパラと落ちてるけど、私そういうバターサンドが大好きで、こっちはこれぐらいバターが入ってるのがめっちゃ美味しいよ。今地震来たらこれポコって倒れそうだね。怖くない、これなんかレゴみたいな。いや、それはちゃんと作ってくれるでしょ。この今下を通ってる時にガッシャンコーンって来たらもう即死ね。それは死ぬよ。ということで兵庫県入りました。時間は1時5分。あと1時間だよ、タカ。そう、あと1時間ぐらいで着きます。渋滞だよ。渋滞にハマっちゃいました。でもこれ最後だと思うよ、最後の渋滞。山陽姫路東。いくらだろう。6300円。高っ。まあ一回も降りてないからね、高速道路だから意外と安いんじゃない。ありましたよ。お、右で姫路城。え、俺らまっすぐ行くの。イエス。タコ丸、美味しそう。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。
熱いけどめっちゃ美味しい。おうまでしょ、だしうまね、本当だ、味濃いわすっごい、ああ最後まで飲んだ、美味しい、このだしもうま。これいくらだと思う？200円。そんな安くはない。1000円。そんな高くない。380円だった。何個入ってたっけ？10個ぐらい。じゃあ安いんじゃない？380円で10個入り。じゃあ、ということで姫路城行きましょうか。姫路城行きました。めちゃめちゃ雰囲気がいいよ、全体的に。思った5倍ぐらい広い。めちゃめちゃ広いらしいよ。入場チケットを買います。はい、1050円セットで買います。支払いガーデンね、はい、Please keep this ticket for the garden. Thank you. どんどん登っていきます。もう疲れてきたよ。やっと着いた。あ、靴脱ぐスタイルなんだね。最近あの犬山城とかめっちゃ小さいお城しか行ってないから、この広さはすごいよ。うわ、涼しい。あ、やば、風通しめっちゃいいじゃん。あ、ここは意外と良かった。風通しがいいところにお城を作ってんだね。ここまっすぐ行くと、姫路駅だね。でもなんか相変わらずこの階段が急になってるね。なんでこんな急なんだろう。スペースの問題。こんな広いんだから。これさ、今さ、何階？これ何階まで上がってきた？今3階じゃない。3階か4階まで来たけどさ、これ何階まであるの？7階、6階。マジで？下は1階、上は6階。だからこっちから入ってきて、1、2、3、4、今5階でしょ？だからもう1階、一番上に着くよ。天守閣？ちなみに姫路城は日本の初めてのユネスコだったことは知ってた？うん、知ってた？うん、それは今適当に言ってるでしょ。もちろん知ってた。知らなかったってことだね。これ日本人だよ。知らなかったね。見て、こっから見るとさ、あの城壁がさ見えてめっちゃ広い。そうだよ。だからこのお城めちゃめちゃでかいよ。はい、ということで出てきました、姫路城です。よかったよ、めちゃめちゃ良かったよ。でかかった。姫路城どうでしたか？良かった。ちなみに姫路城のね、外はすぐそこになんかお店がめちゃできてるね。かき氷めっちゃ美味しそうじゃん。宇治ミルクかけ。グッとちょっと良くなったと思う。生き返りましたね、かき氷で。ここは高公園です。さっきの姫路城の真横にあるんだけど、うん、で50円で入れるの。コンビネーションチケットがある。ちょっと聞いて。夏ですね。これだぞ、日本の夏。私は大好きだよ、この音。ちょっと高公園の説明を読んだら、1992年に西お屋敷にもともとあったところにガーデンを作ったんだけど、これ1個のでかいガーデンじゃなくて9個の小さいガーデンがこうあのくっついてる1個のでかいガーデンかな。奥にも滝がある。そして誰もいない。そう、雰囲気がめっちゃいい。
餌持ってなかったら興味ないよ、もちろん。というわけで姫路城を見て高公園を見て今からホテルに行きます。タカがもう1時間ぐらいベタベタしてるよって今日もうめちゃめちゃベタベタもう体中ベタベタなんだけど。ではこの動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。